ポイント差第4位、はい、トータルポイント67ポイント、ゼッケン31番 LRB ブラボー、おめでとうございます。おめでとうございます。なんか微妙だな、この反応微妙だな。あ、でも上にいるからな。波乱の幕開けかそういう予感、新しい時代の予感か。あ、計算ができない。続いて第3位、前に出てきてください。あ、第1セクション27ポイント、第2セクション23ポイント、第3セクション20ポイント、トータルが70ポイント。70ポイントで第3位、ゼッケン5番ザ・ B チームナンバーワン by ビーム、おめでとうございます。おめでとうございます。あっちゃんとやりますね、お父さんやるな。続いて第2位、ちなみに1位とは同ポイントです。同ポイント同ポイント第2位。第1セクション32ポイント、第2セクション20ポイント、第3セクション29ポイント、トータル81ポイント。第2位、ゼッケン30番 T&T クローズラッシャー、おめでとうございます。築地くん、やっと来てくれたね、ここに待ってたぞ、築地くん。2位だったか、これ同ポイント悔しいね。おめでとうございます。すげえ、1点ずつしか取ってない。続いてトライアングルチャンピオンシップ2009関東ディビジョン第3戦、プロティキックカップオーバー71クラスの優勝です。第1セクション24ポイント、第2セクション27ポイント、第3セクション30ポイント、トータル同じく81ポイント。これはホイールベースの差でした。ゼッケンホイールベースさ19番ライダー、おめでとうございました。おめでとうございました。最後いや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 では第1位のチームからいきましょう、表彰いきましょう。第1位のチームから、森君、写真に耐えれる格好とか持ってきてるのか、大丈夫な、そうか、はい、フォトバックとか書いてあげる。はい、おめでとうございます。長いもん勝ちだったか。はい、おめでとうございます。めっちゃ悔しいわ。お持ちしましょうか。うちいっぱいだから悔しいです、ね、悔しいです、かなり悔しいです、ね、はい、同ポイントですよ。第2位はないよね。第2位のチームいきましょう。お前ちゃうで、俺ちゃうで、お前よ、あれ、なんかさ、最後すってごだってね、悔しい、同ポイントだね。あらす、俺のおかげじゃないの。ありがとう。そんな感じだから本当じゃねえよ。ここら辺点数取ってないし。はい、じゃあ続いて第3位、第3位のチームに行きましょう。こんなもんだよ、みなが。あれ、引き抜けてないんだ。ひどいじゃん。よかった。すぐね。はい、失敗した。あ、サングラスが落ちたよ。はい。伊勢くん。伊勢くん、あれだよ。邪魔された。誰に、まあ、あっちゃんのプレッシャーどんなにかけたかった。そう。名前出すな。あっちゃん潰しだよ。
全てはあっちゃんを潰すこと。あっちゃん2席で時間かかってたから多分。大丈夫ですか。じゃあちょっと優勝のコメントをもらいましょう。伊藤芳郎にマイク向けるのもなんか嫌ですね。悪いっすね。喋んなよ、喋んなよ、喋んなよ、せっかくなんだから。原さんの聞きたい。嬉しいですね、本当に。久々に戻ってきて、その日時代は変わるとか、いろんなこと言われたんですけど、やっぱりまだ譲れないということで、あのハイラックスね。はい、まだ頑張ります。写真撮ってもらえないんで、ちょっとそれが寂しいところなんですけど、その辺は村山さんにちょっと優しくしてもらって。無理だもんな、無理だ。ダサしい。意的にね。まあこれから頑張ります。車を直していく方向で。板金ですか。フル板金で。緑色に塗ってくれる人いるよ。山ちゃんいて。とりあえずありがとうございました、本当に。あっちゃん。お疲れ様でした。パパ、おじちゃん、おじちゃん、パパ。はい、どうもありがとうございました。アンダーに10位を取られましたけど、いよいよ栃木の時代が。まだ。来年もこの勢いを見て、参加したいと思います。本当にありがとうございました。はい、じゃあ写真を撮りたいと思います。写真撮影、まずどこからいきますか。オフィシャルがいきます。はい、はい、手を挙げました。あそこ行きます。はい、はい、じゃあちょっと帽子ちょっと上げてもらっていいですか。で、ちょっと喋りすぎ、喋りすぎ。笑わせて。はい、撮りますよ。いいね。悪いとしてキモい、キモい出ました。うぜえなスケブラこの野郎。はい、いいですか、いいですか。はい、もう一回行きます。はい、OK です。はい、続いて、ここ行きます。撮れました。 OK。 はい、はい、OK ですか。はい、はい、こっちです。行きまーす。はい、もう一回行きまーす。はい、ありがとうございます。はい、それではもう一度拍手をお願いいたします。オーバー7インチクラスの入賞の方です。おめでとうございます。ではちょっと優勝チームの方ちょっと残っていただいて、先ほどのアンダーの優勝チーム前に出てください。まずシャンパンファイトをやりましょう。シャンパンファイト、西本さん大丈夫ですかね。そこ大丈夫ですか。あのブレーキパッドにかけたら、即お買い上げだそうですので、ご注意くださいね。はい、